からちょっといいやと思います。おはようございます。こんにちは。ちょっとお姉ちゃんたちがいっぱい。え、お姉ちゃんたちがギャルサー、ギャルサーの集いがあるんですよ。お姉ちゃんたちがいっぱいとか。DSC やりましょう。やりますか。2月の23日、オタク総合。オタク総合祝日。今年は3000人入れたいの。うん、去年何でしょ。まあ一応1500。おー、うん、そんな、うん、だから3000人入れば、うん、あのアリーナは、まあ、パンパンなようになると、うんうんうん、なんか最近こう TSC をやっててずっと思ってきたのが、うん、こう勝ち負けに価値がついてきたなって俺すごい感じてきたのよ、うん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 。お客さんももちろんこう面白いゲームを見たいっていうのはあるんだろうけど、うん、どっちが勝つのっていうのを実はこう見てるなってすごい感じたの。そうですね、うん、だからこれだけ長くやってりゃさ、うん、そうなっていくじゃん、うん、ストリートと大学生どっち強いっていうのはもっと押し出していいんじゃないかなと思って、うん、そうですね、うん、でちょうど今3勝3敗でしょ、タイでしょ。そうそうそう、面白いじゃん、うん、常に。そうですね。まあでもそうですね、 TSC は、うん、まあ基本ガチ勝負ですもんね。そうそうそう、もちろんそのエンタメ線路線もあるんだろうけど、ただ結局はみんなこう、ね、勝ちたいってなってきて、まあ最近のね、去年のゲームなんてすごい面白かったじゃん、うん、最後であの若松君、若林、うん、ドーンって。そう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 、うん、あと高校生呼びたいね。高校生ね、まあちょっとまたウィンターカップ見て決めますか。最近バズるプレイがなくないですか、ストリート。いや、ないよ。だからやっぱりそれはある意味こう、うん、ストリートのムーブがもう一般化されてるから、うんうん、でそれができる人たちがもう世の中にいるから、うん、でニッチじゃん、どっちかというとストリートっていうのは、うん、でみんなが見たことない技とかを、うん、え、何これみたいななってたのが多分日本のやり方だと思う、うんうん、それが多分もうないから、はい。ただもう一周どっかで来る気がするけど、ね、うん、今ってなんかバスケット的にこうね、1対1の実力っていうのは上がってると思うんだけど、うん、でも今は今年のインカレ見てもそうだし、うん、B リーグ見てもそうだけど、うん、ディフェンスの強度が上がっちゃってる、うん、絶対に、うん、てかディフェンスを強いと勝てるっていう、うん、バスケットになってるっていう、うん、でなった時にもう一個こうオフェンスで凌駕するようになってっていうのはこう時代的なものだったから。そうですね。でも TSC とかもやっぱダンクがないとやっぱりあれだしね、例えばボードに何か当ててパスするとか、なんかそんぐらい多分みんな勝ちたい気持ちが強すぎて普通にリアップしちゃうじゃないですか、うんうんうん、こう歴史が積み重なると選手マインドも勝たなきゃとかなるじゃん、やっぱみんなそうなっちゃうんだよね。まあそれはそれでいいとは思うんだけど、この中にどうようやくそう勝ち負けが価値がついてきたからこそ、そこでスーパープレーをどう見せるかっていう、うん、うん、そうだね、狙った方がいいんだよっていうのをちゃんと選手はみんな分かってほしいんだよな、うん、ただ勝ち負けだけじゃなくてお客さんに向けた何かは必要なんだよっていう、うん、まあだからストリートボールっていうものがね、なんかどう見せるかじゃないですか。だから多分コメント欄でもよくあるのはやっぱストリートなのに真面目にやりすぎだみたいな、うん、あるわけじゃないですか。だから日本人が感じているストリートバスケと、うん、ね、そうボーラホリック、あの柴山さんたちがやりたいストリートボールの乖離があるから、乖離はある。だからなんかね、ずっとギャップが、うん、あるみたいな感じはあるみたいです。だからそれがなんか見せることだけじゃないんだよっていう伝えるのがと TSC であってもいいと思うし、うん、量とかは逆にそういうなんか見せることを頭に入ってるよね。うん、ただその強度で、大学トップレベルの強度でそれができるかってなったらまた別じゃん。あ、そうです。
それでもやるかやらないかっていう話だと思うんだけど、うん、まあだからね、その中でもできる選手。疲れた。